はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーション2の方更新日ということでやっていきましょう。新機体はまた G ジェネからかな。さあ、それでは更新情報の方を確認しながら進めていきましょう。まずは月始めの更新日ということでバトオペの日来ております。1日1回無料モビルスーツ確定ガチャが来ております。忘れずに聞いておきましょう。で、スペシャル修正配給に星3以上の、モビルスーツに期確定のバトオペの日絡みのガチャの方も来ております。で、ステップアップ2つあるけど、これは先週話したゴールデンウィーク限定のやつなんでそのまま続いてるだけですね。省きます。限定抽選配給にアドバンスドヘイズル、レベル2解放されたということで、抽選配給の方来ております。この機体かなり強いんで、私もちょっと使ってなかったんですけど、試しに1回乗ったらね、めちゃくちゃ強くてさ、ちょっと驚いたんで、もし今週のガチャ当たんなかったらこいつ動画撮りに行くのもありかなってちょっと考えてます。で、こちらが新機体デスパーダ。先週出たあのシスクードの兄弟機に当たるやつですね。私もちょっと全然分かってないんですけどね、シスクードはね、なんか出てきてたのもあったし、まあ、ゲームによっては得点がついてたりしたり、まあ、見ることはあったんですけども、このデスパーダは全く記憶ないですね。まあ、あの前に買ったあのクロスレイズについてた、モノアイガンダムズをプレイしていけば出てくるんだとは思いますけど、まあちょっとそこは全然やってないんで、はい、というわけで進めていきましょう。DP と物資を交換できます。あと DP の方ですが、ガブスレーのレベル3、メッサーラの1と2が追加されております。まあちょっと癖がある機体ではあるんで、メッサーラはきついっちゃきついかもね。1ぐらいでまあ遊ぶのが無難かなとは思います。ガブスレーもね、レベル3だときついんでね。さあ、それではリサイクルチケットの方を見ていきましょう。リサイクルチケット追加されたのは EWAC ジェガンのレベル2で、100式回のレベル1と2、そしてリゼルのレベル1ですね。まあこん中だったらそうだな、結構無難にまあまあ普通の機体が来てるって感じだしね。リゼルレベル1、100式回レベル1あたりはいいんじゃないかな。まあ EWAC ジェガンに関してはレベル1の方がいいような気がするしね。600であんまり見かけないと思うんだよな。まあ多分乗るなら EWAC 時間は550の方が良さそうな気はしますね。まあなので私はちょっとこの辺の方がいいかなとは思います。まあリゼルとか使ってて楽しいですけどね。さあ、それでは本命のガチャの方やっていきましょう。今月のトークン220個補充予定だったんですけど、一旦110個にしてあります。 PSN カードの今キャンペーン、ローソンとセブンイレブンで行われてまして、まあ、2枚購入してあるので、まあ後日2000円届くんですけど、まあそれ届いてからもう残りの110追加しようかなと思ってます。まあせっかくの PSN キャンペーンなので、まあぜひね、皆さんもちょっと興味ある方はね、そちらで買ってもいいんじゃないかなと思います。まあセブンイレブンとローソンです、間違えずに。よし、それじゃあいっか。まずは無料抽選からいくかな。抽選配給、それでは抽選開始です。さあ、シスクードはね、ちょっと爆死した感すごかったからね、こっち当たるといいんだけど、まあでもそんなにね、入れる気はあんまないです。正直あの知らない機体っていうのもあるし、まあ強いか弱いかもちょっとはっきり分かんないんで、まあ20連程度で抑えていこうかな。ちょっといろんなゲームやってるから、まあ当たんなかったら、さっきも言ったかもしれないけど、アドバンスとヘイズル、こちらの方をちょっと遊んでみようかなと思います。ベースキャンプ名物、抽選配給に挑戦ですね。よし、行きましょう。本命ガチャ行きます。それでは抽選開始です。さあ、仕留められるかな。10連でちょっと当たってもいいんだけどね、先週あんなにヒットしなかったんだから。指定ポイントへの物資投下をお願いします。物資投下、一応20連予定ではあるけど、1回ぐらいは貧困ってな、欲しいよね。しかし今日暑いな、俺の部屋27度ありますね。もうなんか蒸し暑いもう太陽の光がね、もろに当たる部屋なんですよ。カーテンとかしてあってもダメですね。めちゃくちゃ暑い。わー、演出来ない。よし、
いやーこれは助かる。いいものが必要な予感。お願いします。まだやらせはしない。そこだ。大谷やったね。違った。さあどんどん行ってみましょう。一発目の星さんモビルスーツは外れ。うわこれもう一回チャンスあるんかな。出ました、物資特盛りです。いやちょっとまず一発目外しちまったぜ。うわ悔しい。はい、さあ行くぜ。これ外したらもうおとなしくね、他の機体で遊びたいと思います。まあいくつか候補あるしね、取りたいなと思ってるやつは。さあ行くぞ、新機体20連目ベースキャンプ名物。これ外したらまあ単発勝利ぐらいしかもうできん。行くぜ。それでは抽選開始です。さあ頼む、いいものが来そうな予感。来てくれ。規定ポイントへの物資投下をお願いします。ガウガウ来てくれよ。さあどんどん行ってみましょう。さあどんどん行ってみましょう。なんだかいいのが来そうな予感。もう一発来たぞ。頼む頼む頼む。大当たり、やったね。違う、おニューはおニューなんだけどいやかっこいいよ見た目、なんか構えとかさでも違う、これじゃねえ俺が乗りてえのは。さあもう一回ワンチャンあるか。どんどん行ってみましょう。いやー当てろ当てろと言ってくれてるような気がするんだけど、ちょっと飛行。よしやったね。よしよくやった。さあどんどん行ってみましょう。当たった当たった。なんと出ました、やったぜ。デスパーダ550。またのご利用をまた来てね。ありがとうな。だよ。さあそれでは当たった新機体確認していきましょう。デスパーダレベル1、コスト550の地上宇宙領用汎用機です。シスクードの対となる右腕の剣という意味があるみたいですね。左側に説明載ってますんで気になる方は確認してみてください。で、カスタムパーツの方ですが今回こんな感じでいきます。まあ結構ちょっとガチガチに防御固めたって感じですね。まあ、正直ちょっと550で本当にどこまで戦えるのか分かんないんで、こいつでとりあえず戦場行ってみて、まあ、火力がちゃんと出るのか、であとはまあどれだけ耐えられるか、これでちょっと確認してから、まあ、実戦動画の時はもしかしたら修正入るかなという感じです。さあそれでは武装の方を見ていきましょう。まずはこちらビームキャノンですね。メインの方ヒート率が80か、収束はないね。でこれが専用のサーベルで、クエゾンはめちゃめちゃありますね。バルカンあるわ、サーベル2頭持ちあるわ、ミサイルランチャーついてるわ。これはビームだな。で、大型ミサイルもあって、でサイロットってやつがありますね。これはどういうやつだ。攻撃ボタン長押しで攻撃対象を決定。あーなんかパネル的な感じの使い方でいいのかな。で命中すると一定時間対象にレーダー障害を発生させる。あー結構なかなかめんどくさい武装してますね。対面の人嫌がりそうこれは。はい、まあ、こんな感じの武装だね。このサイロットがちょっと使ってみたいな、面白そう。威力はそんなないけどね。ショートカットも入れたけど全部埋まるんだよなこれ。俺果たして使いこなせるかなこういうなんかめちゃめちゃ忙しい感じの機体苦手なんですよ。さあそんであとはスキルの方見ていこう。脚部ショックアブソーバーで、マニューバーがあって、緊急回避があって、耐爆ついてて、空中専用プログラム、高性能バランサー、高性能アンバック、強制噴射装置、格闘連撃最大2回。なんだこれ、ダブルパックバインダー、特殊干渉剤、機体ヒットポイントのダメージ 40% 軽減。なかなかですね。まあまあ結構でかいもんな。この
デカさがなんかちょっとあだとなりそうなところもあるから、俺今回ちょっとガチガチに固めてあるんですよね。体実、体微、体格としっかり上げてあるって感じにしましたんで。それじゃあ始めよっか。さあ、それではデスパーダ演習場プレイやっていきましょう。でっけえ両腕、なんだこりゃ、ちょっと見づらいっすね。メインの方は一発よろけで、サーベルは N 横で、あと N 下まず試しますね。 N 下、下が月かで、2頭の方も確認、まあ、まずは N 横からいきますよ。戦いの主役はモビルスーツだから、N、あ、こっちは連撃不可か、こっち連撃不可ですね。下は多分上から振り下ろすみたいなやつか。あー、こんな感じね。はい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 。で、問題はこれだ。うん、ちゃんとよろけが取れるな。うん、なかなかいいね。で、あと、大型ミサイル。うん、ちょっと足は一瞬止まるんだな。さあ、もう一回ちょっとサイロット。いいな、こいつをまず最初にぶち込んでからやるのも良さそうだな。であとミサイルランチャー、3回でよろけ取れますね。主力となる汎用型モビルスーツは、あとビームの方か。足が止まる感じね。これ2回当てればよろけ取れるな。あー、意外とよろけ武装がしっかり揃ってる感じだぞ。これはダメージはでかくないかもしれんけど、いろいろ足は止めれそうですね。バルカンはどうよ。25発よろけかな。さあ、それではちょっとこの機体なかなかね、よろけ武装だらけってことで、楽しいは楽しいっすね。はい、というわけでかなり武装的にはね、優秀な感じします。いっぱいあるんでちょっと使い分けは大変かもしれないけど、まあ、ちょっと戦場で遊んでみたいと思いますんで、また実戦動画でお会いしましょう。それでは失礼します。